真の竜の姿を知っておる。天狗の泳ぎは口に潜んで身を隠すらしい。見事、義勇兵で終わるはずがないと思っていた。その際、わしの予見をはるかにしのいだわ。英雄たるはお主とわし、天下に二人のみ。波動を共に進めればこれほど頼もしいことはない。わしが天下をつかむとき、お主は何をつかむのか。未曾有の力を秘めし竜よ、天に昇る日を楽しみに待っておるぞ。英雄はわしが未曾有の英雄わし未曾有この国広しといえど、かような里があるとは。私は各地を渡り歩き、巡り合った友から多くのものを得てきた。どうだ、そなたがこれまで得てきたもの、披露してもらえぬか。この国はだ、どうだ。あの人ね、いつからいるのか覚えてないんだけど、なんかずーっとあそこで瞑想してるのよね。生きてはいると思う。うん、多分だけど。あの人ね、なん生きてはいる。あの人なん生きてはいる。
あ、それ新しい木徳？読ませて。なるほど。へえ、私のわがままにここまで付き合ってくれるとは。楽しい日々が遅れたのはあなたのおかげ。感謝の言葉もないわ。会えなくなって寂しかったんだ。好きだった人に。だから読み物で紛らわそうと。もう一度会いたかったな、呂布様。こんな何もないマッチ区間や僕と。こうでなくてはな。たやすく打ち負かされてしまうようでは今後もその力大いに振るうがよい。久方ぶりに血がたぎる果たし合いであった。この身老いようとまだまだ心まで枯れるわけには。困った時はいつでも拙者らを頼るがよい。こないだはありがとう。おかげで神さん大はしゃぎだったよ。神さんが欲しがってるものを探さないといけなくてね。ちょっくら出かけてくるよ。神さんがほちょっくらで。こないだのいい香りの油、あれ最高。お酒にちょいと垂らしたらすっきり爽やかな味になってね。旦那に感謝しないと。この世に一つしかない菓子を作りたいんだ。幻の野花があれば作れそうなんだけど、いくら旦那でも幻が相手じゃね。無理かな。すごく美味しい酒ができたんだ。味見してみない？え？うちの旦那？ダメダメ、あの人下戸でね、匂い嗅いだだけで酔っ払っちゃうの。この世に一つしか幻。いくらだ。今日もたまには妹でも誘ってお山に登ってみようかな。こんな少しでも息抜きできるよう。敵は己の中にある。貴様の不屈の精神見上げたものよ。おいしい。
ここで貴公に再会しようとは天の廃材。拙者主君高尊さんと存念を違え、そのもとを辞した。再びその勇気を拙者に重ぬか。かつての主は今や敵なのだ。お求めとあれば。Thank you.
激しさを増す各地の戦、それを陰で煽る者がいるのでは。高尊さんもばらまかれた弾薬に手を伸ばした一人に過ぎぬ。この趙雲、進むべき新たな道を見つけたぞ。世話になった。また会おう。これまで多くの強者を撃ってきたが、殻を破るには至らず。
天に昇りゆく竜、胸を借りるぞ。力を尽くしてもかなわずか。感服した。分かち合った麒麟の輝き、それを信じて拙者は戦い続けよう。そしていつか気功に劣らぬ宗師になってみせる。
私の全力見せてあげるわ。どこまで強くなっていくの？最後はあなたらしいまっすぐな一振りで決まったね。みんなその姿に何度も救われてきた。さ、里に帰りましょう。